コルンバは、ブラジルの都市。マトグロッソドス素動する州に属し、州都カンポグランデからは425キロメートル北西に位置する。人口9万6434人。面積6万4960平方キロメートル。コルンバは、農業、畜産、清廉業を中心とした都市であり、また世界有数の大湿原であるパンタナールに面する。 街として観光業も近年盛んになってきている。コルンバ国際空港からは国内外の各地に定期便が就航している。またもう一つの空港としてプエルトスワレス国際空港が市内から2 0トルの地点にある。鉄道も東のカンポグランデと西のボリビアとを結ぶものが走っている。コルンバはマトグロスソドする州の北西端に位置し、州内で軍を抜いて、 最大の面積を持つ。西はボリビア及びパラグアイと接する。特に、ボリビアとは鉄道及び道路が接続しているため、ボリビアから買い物や交易に訪れる客も多い。ボリビア側のマチプエールとスアレスとコルンバとはフリーゾーンとなっている。パラグアイとの国境は、町の南側の農園地帯に位置する。コルンバは百七十八年に軍の前哨基地として設立され、 1865年から1870年の三国同盟戦争後、パラグアイ側の国際交易の接点として重要性を増した。1878年には町に昇格した。近くのユリカム山には豊富な交渉が存在している。市の北と東に広がるパンタナールは南米最大かつ最も重要な出現として知られている。このうち、 マトグロッソドスル州に属する部分を南パンタナールといい、コルンバがその玄関口となっている。パンタナールには、1999年には、世界自然保護基金によれば、魚が263種、哺乳類122種、爬虫類が93種、蝶が1132種、656種の蝶類、1700種の植物が生息しているとされる。 コルンバの市街地は2つのエリアに分かれる。定地エリアは古い村と今は使われていない港がある。高地エリアは新市街であり、5番の目に整備された広い町並みと河口がある。町並みは、他のブラジルの町のように、ポルトガルのコロニアル風の町並みではなく、パラグアイのアスンシオミやアルゼンチンのブエノスアイレスの郊外、ウルグアイの田舎の町、 リオグランデドする州といったラプラタ川流域の街と同じくイタリアの新古典派の影響を受けた街並みとなっている。都市化率は90%に達する。近年では生活の向上に伴い出生率が低下しており、人口増加が緩やかになってきている。ディヴイスをテリトリエルドゥブラジル、ディヴイスをテリトリエルドゥブラジルイ・リミテス・テリトリーズ・インスティートゥート、 ブラジレーロでヘオグロフィアイエステティスティカ、パギナビジタダ M11 でアトゥーブルーで2008。ありがとうございます。